こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。不買運動など反日扇動をして支持率を操作してきたムンジェイン大統領が日韓関係の改善に努力すると発言したのに対し、日本メディアがムンジェインでは改善することはないと、韓国側も改善の必要がないと初めて意見が一致したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ムンジェイン大統領の任期満了が1年後に迫った中、日本のマスコミは現政権で韓日関係の改善は容易ではないという観測を示した。 NHK はムン大統領の支持率は就任以後最低水準に下落し、求心力低下が指摘される中、冷え込んだ日本との関係で任期内に事態を打開するのは難しいのではないかという見解も出ていると報道した。ムンジェイン大統領が2020年11月15日大統領府で開かれた世界最大規模の自由貿易協定 FTA の域内包括的経済パートナー協定 RCEP 協定分の署名式で日本政府の署名の場面をテレビ中継で見ている。中継された画面を見ると梶山経済産業省が署名しており、その後ろに菅首相が立っている。この放送は日程今日占い日の徴用問題や日本軍慰安婦問題で韓国政府が日本側が受け入れ可能な解決策を提示することが可能かどうかは不透明だとし、このように診断した。南北関係に関しては2018年3回にわたり南北首脳会談を行ったが、一昨年米国と北朝鮮の2回目の首脳会談が決裂で終わってからは韓国と北朝鮮の関係も塞がれていると付け加えた。共同通信は政権末期にレームダック権力弛緩現象を経験した歴代政権と同様、求心力の低下が鮮明とし、政権交代を防ぐため政権浮揚に全ての力を注ぐ方針だ。しかし内政外交とも課題が多く苦しい状況が続きそうだと見通した。内政ではムンジェイン政権の対応の失敗が住宅価格の急騰を招いたという批判が強く、ソウル・プサン市長補欠選挙で与党が惨敗する原因になったと分析した。ムン大統領が韓日関係改善に意欲を見せているが、政権の体力がない中で世論が反発するかもしれない大きな譲歩は難しいという観測が強いとし、膠着状態が続くと通信は見通した。朝日新聞は若い有権者の支持率に注目した。 20.30 代の有権者がムンジェイン政府発足の原動力だったが、ソウル市長補欠選挙の 20.30 代の得票率を見ると与党候補が野党候補に 20% ポイント前後の格差に押されたと同紙は紹介した。このような中、与党の大統領選候補たちは基本所得除退時に3000万ウォン支援、1億ウォン支援を施行したり検討するなど、若年層の心をつかもうと必死になっていると同紙は伝えた。それではネットの反応です。我々の主敵は日本です。彼らを人として扱えばダメなんです。恩をあだに返す動物集団です。潰れ始めた日本のために自分たちが納得できる解決策を提示しろという妄想国家日本。それでどうしろって、日本とうまくやっていくから政権交代しようって。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。